ユーロンキャップはヨーロッパで実施されている自動車安全テスト、ユーロエヌキャップと読む。アメリカで実施されているんキャップのヨーロッパ版であることより名付けられている。1997年に設置された独立した消費者団体により実施される。ヨーロッパ圏内で販売されている自動車の安全性を衝突実験と衝突予防性能試験により検証し、その結果を公表することで、 ユーザーに市場で販売される自動車の安全性の目安となる情報として提供し、自動車メーカーに対してより安全な自動車開発を促す目的で行われている。世界各国で実施されている同様の調査の中では最も知名度が高く権威があるものとされている。テストを受ける車種は年とともに増加傾向にあり、この傾向は ヨーロッパの大手自動車会社の量産車種だけでなく、ヨーロッパで発売される日本車も同様である。なお、結果の公表までの手順は次の通り。テスト実施団体がテスト車種を決定テスト公表。乗員保護、歩行者保護、チャイルドプロテクション、安全支援機能の4種の観点からテストを行っており、これらをもとに得点が付けられ評価される。評価は、 見る人の便利のため、星の数に換算したものも公開されている。なお、評価基準は頻繁に変更されているので、同一性能の車であっても、評価された年度によって評価が左右されることになる。評価基準は年々厳しくなっているので、過去に高評価を受けた車であっても、最新の評価基準では、低い評価しか得られない可能性があり、 複数年にまたがっては評価を比較できないことに留意が必要である。また、カテゴリー分けされていることからもわかるように、もともとボディの強度が弱い形状は、他のカテゴリーよりも基準値のラインそのものが低く、設定されており、あくまで相対評価であることに注意を要する。もともとは衝突実験のみのパッシブセーフティのみの評価だったが、近年、アクティブセーフティの重要性が増していることから、 衝突予防性能の試験も追加され、評価への比重が高まっている。2013年から新たに実施されている自動緊急ブレーキ評価は低速域試験と高速域試験の2項目がある。低速域試験は10時速 50km で静止した対象物への減速性能が試験される。高速域試験は静止した対象物、前走する対象物、 時速 50km で減速する対象物に対して行われ警告機能でブレーキを踏んだ場合ドライバーがブレーキを踏まずにシステムがブレーキをかけた場合の減速性能が試験される評価はグッドアディクエットマージナルの3段階で低速域試験と高速域試験でそれぞれ評価される点数はエブシティはアダルトアキアパントに組み込まれエブインターーバンは セーフティアシストに組み込まれ総合評価に加わる。エブシティ項目は自動緊急ブレーキが標準装備でないと0点とされ、オプション装備でも減点されないフスや全角に比べて厳しい基準となっている。そもそも自動緊急ブレーキがオプションでも付けられない車は、エブシティ、エブインターアーバンともに0点となる。そのため、2014年から、 最高評価である5つ星を取るには自動緊急ブレーキが必須となっている。なお、現在行われている自動緊急ブレーキ評価は低速域と高速域の対車両試験のみだが2016年からは対歩行者性能の試験も追加される予定である。ボルボ V40 が乗員保護、歩行者保護、チャイルドプロテクション。 安全支援機能の4つの総合得点において361点と最高得点を有している。なお上位運保護の得点も98点と V40 が最高となっている。中華人民共和国などの自動車製造更新国が欧州での販売の足がかりにするためテストを受ける例が見られるようになったが安全に対する。 低い意識と未熟な技術のために低い評価を受ける場合が多い。例として、2006年にテストを受けた花足立記者性、中華 BS6 は一つ星という評価を受け、事実上、欧州市場から締め出された。なお、花足立記者は2009年にも中華 BS4 が星なしという最低評価を受けるが、これはシートベルト未装着警告装置が装着されて、 いなかったことによる失格相当の処分であり、仮に衝突試験のデータだけで判断すれば3つ星の評価を受けることができたという。ユーロンキャップではサイズごとにカテゴリー分けをされている。ありがとうございます。